高等専門学校は、兵庫県神戸市にある日本の公立高等専門学校である。1963年設置。地方公共団体が直接運営する唯一の高等専門学校である。略称は、神戸高専。本部棟と都市工学科棟、機械工学科は3年時に設計システムコースとシステム制御コースに分かれる。 普通教室や特別教室がある。特別教室については書きを参照。特別教室には、LL 教室、第一第二視聴覚教室、合同講義室、科学、物理、応用物理実験室などがある。他に、情報教育センター、食堂などもある。蔵書数は、約8万冊とかなり大型である。 他に314種もの雑誌も置いてある。開花式の閲覧室、ブラウジングルーム、視聴室など設備も揃っている。神戸高専図書館は開放しており、神戸市民も利用することが可能である。一般開放しているのは、科学に対する理解を得るためである。運動場、テニスコート、弓道場、アーチェリー場があり、運動場は広大である。部活動以外でも、 神戸高専では体育に閣議である剣道を導入している。体育館、小体育館、トレーニングルーム、武道場がある。25メートルの8コースを備えたプールがある。神戸高専生協が営業開始後大きくメニューが変更された。文房具、菓子、アイスパン、弁当、ジュースパソコンレポート用紙、授業用品などが販売されている。募集人数は 機械工学科のみが80名であり、他の学科はすべて各40名である。入試は毎年2月中旬に行われる。また、試験問題は全国の高専と共通であり、入試日も同じであるために他の高専と併願することはできない。合格最低点は学科によっても異なるが、公表されていないため不明である。 一般的には75%程度取れれば合格であると言われている。試験科目は国立高専と異なり数学、国語、英語、理科の4科目である。社会の試験は実施していない。マークシート方式を平成28年度入試より採用。神戸高専は他の高専同様服装、高速等は自由であり、制服も定めていないので、 私服でも良い。ただし、標準服は存在する。神戸高専には本科に、高校1年から大学2年に相当する15から20歳の学生が、専攻科には、大学3年から4年に相当する21から22歳の学生が在籍しているが、未成年が多いこともあって、法的に飲酒、喫煙が可能な年齢であっても飲酒は、校内では禁止。 喫煙は、本科生のみ校内、校外ともに禁止である。神戸市立工業高等専門学校以外の、すべての高等専門学校は、独立行政法人国立高等専門学校、機構公立大学法人、学校法人のいずれかの法人により設置、運営されている。なお、地方公共団体も、地方自治法、第2条で法人とされているので、 本校も法人率である。ありがとうございます。